ラジオネーム、ずんださんからいただきました。ありがとうございます。江口さん、もんかすけさん、こんばんは。いつも楽しく配置をさせていただいております。ありがとうございます。江口さん、ねえ、どうした？ついに、健康診断を受けに行ったというのは本当ですか？初の健康診断どうだったかお話聞かせてくれると嬉しいです。はい。そうなんですか？はい。これは、なんか、ある、酒飲みながらやるイベントがあって、ほうほうほう。そこで初めて言ったんですか？多分ね。はいはいはい。直前だったので。はい。行ってきましたよ。おお。事務所から泣き疲れましてね。え、泣き疲れた？はい。頼むから、健康診断受けてくれって。もう、社長の次に偉い部長と、マネージャー二人が、すごい会議室みたいなところに呼び出されて。江口さんは、ご自分のご健康についてはどうお考えですか？めっちゃ勝ち取るんじゃないですか。お体についてはみたいな。あんまなるようになるでしょ。言ってたら、私どもとしては、江口さんと末永く一緒にお仕事をしていきたい。つきましては、お休みを取るので、健康診断、行ってください。行くかどうかはまだわかんないな。あ、ちょっとちょっと、出てますよ、そうそう、もう半年前ぐらいからもうここ開けるんでって言われてた。二日間ぐらい、うん。どこかで行ってください。うん。まあ、取られちゃったらしょうがないしなと思って、しぶしぶね。はい。じゃあ行ってやるかと思ってたんだけど、はい。その日の一週間前ぐらいに、あ、そうだ、あ、健康診断だと思って、はい。結構いい人間ドック受けようと思ってたの。はい。一週間前なんて空いてるはずがなくて。ああ。俺初めてだったから、一週間前余裕でしょって思ってたの。予約とかって。そんな引く手あまたになる？と思ってたら、なるんだね。世の中の人間は、みんな人間ドック。だから、その人間ドックとまではいかないけど、本当に最低限の、じゃあ、なんか、こう、写真撮られて、で、身長体重測って、血液取って、あと触診してみたいなぐらいの最低限のやつはやりました。なるほど。身長いくつだったんですか？187.8 みたいな感じだったから。ああ、ギリギリ。うん。はい。いや、でも、はい。それで、まあ、帰ってくるわけですよ。結果が。4日後ぐらいの、早いな。早いですね。めっちゃ早いな。そんな早いんだ。そう。来たら、なんか、おおむね良好みたいな。おおむね良好、うん。ただし、はい、肝臓に異常な数値が見られるため、要再検査お願いしますみたいな。肝臓というのは何に使われるものなんでしょうかね。わかんない。行ったことがないからわかんないし、はい、あとなんかもう、お願いしますって書かれてても、あ、まあ別にお願いされてもね、なんか、再検査ってそもそも何みたいな。その病院に行けばいいの？それとも違うところで新しくやればいいの？みたいなのもわかんないし、なんか、まあめんどくさいしな、みたいな。その、こう自分の体を見に行く休みはもらえたけど、再検査の日もらってないから。確かに。行けないわけよ。確かに。そう。うん。だから、まあ、事務所には今黙ってます。おっとはい。まためんどくさいことになるんで。告げ口はしない方がいいですか？僕も心配なので。なんか風の噂聞いたんですけど、江口さん再検査って言われたらしいですよ、みたいな。しかも肝臓らしいですよ。なんか、身に覚えがありそうなこと思うんですけど。はい。どう思いますかね。まあでもね、やっぱりちょっと前々からちょっと休み入れていただかないと。そればっかりはちょっとね、いけないので。なるほど。はい。僕は告げ口したいと思います。はい。そんな感じでございました。なるほど。はい。じゃあもう、はい。ラジオネーム、コンドルになりたいコンクルドさん。またありがとうございます。ありがとうございます。江口さん、文科生の皆さん、こんばんは。こんばんは。以前の放送で江口さんは、健康診断へ行って、再検査要請を無視しているとお話をされていましたね。私も江口さん同様、健康なんてなるようになるさと思っていたんですが、はい、先日、血便が出てしまう。マジでダメだって。トイレで、ギョエーダメだって。叫んでしまいました。はい。しかし、採血や問診などの簡易健康診断ならいいのですが、うん、はい。胃カメラ、はい、大腸カメラ、精検が嫌で嫌で人間ドックへ行く勇気がありません。はい、うん。江口さんは、カメラ系診断できますか？
なんなら一緒に人間ドック受けませんか？過去生検とは、患者の一部を切り取って顕微鏡などで調べる検査のことだそう。そんなもんあんの？うん、いや俺もカメラやだもん。え、なんか、あれっす、麻酔して、鼻からなんですけど、やったことない。いや、もうやだやだやだ。僕、やった、その、それこそさっき話したんです。半年前にやったんですよ、カメラ。その時に、でも、横になってなんかこう、こうなんか、みたいな。で、ここに、喉の管ってか、その管が下に入ってく感覚、喉通ったみたいな。なあ、今、ここ、みたいな。すっごいわかるんですよ。で、なんか、もうずっと首絞められてるみたいな感覚な感じです。脅すじゃん。いやでも。いやだって言ってる人間のこと脅すじゃん。いやでも、まあ、滅多にない体験なんで、面白いですよ。自分の、そのリアルな映像をそのまま生で見れるので。確かに。それが気持ちよかったってこと？気持ちよかった。気持ちよくはないですかね。あ、気持ちよくはない。気持ちよくはない。じゃあやだよ。どちらかというと気持ちは悪い方ですかね。あ、気持ちは悪い方？気持ち悪くなった。やだよ、それは、じゃあ。いやでもやっぱね、健康のためなんで。どうします？もしこうね、こうカメラ来て。なんかいたらどうする？なんかいたら。うわーうわー怖くない？なんかいるよーつって。怖くない？いやでも、まあそうですね。まあ、やった方がいいんじゃないですかね。だって、どんくらい行ってないんですか？いや、だから。一年に一回ですよね、普通だったら。だから、この間初めて行ったの、健康診断。あ、行ったんすか？人生でね。お！人生。ただ、はい、それも簡易的なもので。ああ、採血、ね。採血、まあ、なんだろう、こう、触診？はいはいはい。うん、こうやって聞くみたいな。はい。と、あと、なんかカメラでパシャって撮るやつ。ああ。何？なんかレントゲンみたいな。レントゲンです。レントゲンでここからここを撮る。みたいな。あと身長体重測る。みたいな。それぐらい。で、再検査ですって言われたから、嫌ですと思って。それ再検査結構まずくないですか？いや、なんか緊急性がなかったから。ああ、まあそこまでひどくはないけど時間あるときにみたいな。時間あるときに来てくださいみたいな。いや、時間なんてねえよと思って。身長高くなりすぎとかですかね。いや、肝臓に異常があるって書いてある。いや、一番まずいところ。江口さんにとって一番まずいところじゃないですか。肝臓に異常があるのでお時間があるときにいらっしゃってくださいみたいな。それ怖いっすね。時間がないわ。行っちゃったら。いや、今すぐに来てくださいならわかるよ。だったらまだ言えるじゃん。はい。事務所に。なんか今すぐ来てくれって言われてるから、じゃあ行くわって。そうですね。でも、時間がある時にみたいな感じだから、時間はないと思って。いやー、それはちょっと。ね。しかも行ったら、お酒禁止令ほぼ出されるってやった方がいいっす。やだー無理っすね、これね。無理だ。でもなんか人間ドックコースとかいいね。なんか、そうですね。人間ドック行きたいけど、行きたくないみたいな人たちと集まって、うん、オフ会したいね。人間ドックオフ会。で、その流れで飲みに行こうよ。あ、いいですね。その一気僕もちょっと参戦させてもらって。それはね、はい、もうそれはそのままなんかロフトプラスワンとか行きたいよね。誰かしらで、胃カメラの写真ってみんなで見合うみたいな。それを魚に飲むみたいな。荒れてんねーっつって。誰か運ばれるぞ。楽しそう。つまり。はい。そうですね。ありがとうございました。まあね、ちょっとね、その日にできたりするんでね、最近ね。確かにね。あるときはぜひ。行ってください。はい。